はい、16対9の四角の中に生きる妖精です。はい、これは長西のカップ麺ですね。3月25日から30日の昼休憩に食べたカップ麺およびその他ということでございまして、はい、今回はね、あのイオンさんのトップバリュープライベートブランドですねを中心に食べました。気になってたんですよ、パッケージがね、ちょっと前に一新されまして、はい。で、それが気になってて、で、コメントでもね、最近トップバリューのカップ麺がいいですよっていうのもコメントでいただきまして、で、この間ね、イオン行ったらね、ヘリがうるさい。パッと目に入った。ミーゴレンっていうね、インドネシアの焼き、あの、だから、ナシゴレンの麺版ですね。だ焼きそば版ね。そんな商品が、だってカップ麺で今まで見たことない。まあ、なんか日清さんが、昔に出してたみたいなんですが、ほとんど見ないですからね。あ、ほらすごい。私はね、一消費者としまして、もう切っ先を剣先をね、ビッビッとこう鼻の頭もうスレスレにね向けられたような気になりまして、勝手にねこれは買わねえとと思いまして買いまして、まあまあ参りましょうか。すいません、前置きが、はい、前置きがすみません、前置きがどうもすみません、前置きがご迷惑をおかけ、これも長い、はい、参りましょう参りましょう、はい参りましょう。トップバリューワールドダイニングミーゴレン、エビの風味が隠し味の甘辛ソース。これ最初びっくりしましたのが、火薬がね麺の下に最初から入っておりまして、こういう配慮嬉しいですね。味はですね、最後に特製ソースっていうね赤いソースをねピーってかけてあるんですが、その前に地の下のね普通の液体ソースだけのやつを食べてみたんですが、それだけでも結構美味しい。うん、甘辛くてね、玉ねぎの香りとかすごいして、あの焦がし玉ねぎみたいなね香ばしい甘い感じの、美味しかったですよ。でチリソースはね辛みとね甘みがすごく足されまして、全部かけたら甘かったです。そこら辺ちょっとね調整したらすごく良かったと思うんですが、まあでも本当美味しかったですよ。これ面白い、ナシゴレンの焼きそば版ですね。で次、もうトップバリューっていうのは省いていきましょう。はい、シーフードヌードル海鮮野菜の旨味の白湯スープ。うん、日清のシーフードヌードルそっくりですね。日清さんが作ってんじゃないかなって思います。違いはね、生姜が日清さんの入ってるでしょ、ちっちゃいのね。あれがいい味出してたりするんですが、これには入っておりませんでした。はい。まあでも麺もね、カップヌードルの麺そっくりでね。ほんと俺ね、日清さんやってるんじゃないかなって思うぐらい。うん。だから美味しかったです。うん。シーフードヌードル美味しいですからね、日清のね。次、鴨だしそば。鴨だしが効いた甘めのつゆ。鴨だしと鰹だしを効かせた甘めのつゆにしなやかな麺を合わせた鴨だしそばです。甘めのつゆですね。うん、甘めのつゆでした。肉団子もしっかり入ってましたね。美味しかったですよ。次、これもワールドダイニング。グリーンカレーヌードル。青唐辛子の辛さにココナッツミルクのまろやかさ。これもだから、ミーゴレン同様ね。うん、ワールドダイニングですか、うん、踏み出してますね。他のプライベートブランドのものより、2歩ぐらい先に言い過ぎか、1歩先、はい、すいません言ってますね。すごいですね、ここら辺のね踏み出し方がいいですね。俺も美味しかったですよ。あと一緒にですよ、トップバリューミニスケロクかっこどんこ入り太巻き、あグリーンカレーヌードル、あもうごちゃあこうなっちゃった、ごめんなさい。グリーンカレーヌードル、あでも美味しかったです本当にね。どんどん癖になっていくような感じ、でもそんなね、なんて言うんだろう、癖ないですね。あの食べやすい感じの、あのあまりそういうアジア料理とか慣れてない人でも食べやすいと思うような感じでしたね。でミニスケロク美味しかったですよ、うん、これ太巻きね、分かりにくいんですけどね、太巻き外の海苔で中の内側にもね海苔、これここら辺も嬉しいですね。なんか嬉しいんですね、そういうね他と違うちょこっとした工夫っていうんですか、海苔のね風味がね豊かになりまして美味しかったですよ。どんこってあれ椎茸ですね、なんかあの丸っこい、あのあんまり開いてない丸っこい椎茸のことをどんこっていうらしいです。はい、で稲荷さんはね結構ね油でねテッカテカに、あのまあまあそういう作り方なんでしょうけど、割とこってりめのお稲荷さんでした。これはこれとまあ美味しいですよ。次、ワールドダイニングトムヤムクンヌードル。トムヤムペーストの辛味とカフィルライムの酸味。これは調味油がついてますね。と一緒に、サークル系。これおにぎりですね。北海道産生たらこ。北海道産のスケソウダラの卵を使用しました。山形県産つや姫使用。トムヤムクンヌードル。美味しかったですよ。これも本当だから、日清さんのに似てると、あ、日清さんの僕一、二度しか食べたことないんで、あんまり言えないですが、似てると思うんですよ。うん、美味しいですよ。うん。
本当にさっきのグリーンカレー同様、食べていくうちにどんどん癖になっていく。また食べたいなって思いますね。カフィルライム、レモングラスじゃないですね。レモングラスのイメージでしたが、トムヤムくんってカフィルライム、まあ似たようなもんでしょう。違いよくわかりませんでした。それの感じとかがね、癖になる感じでしょうね。だからパクチーとかね、いいですね。ほんとね、こういうのがね、 PB であるっていうね、 PB プライベート、何度も言いますか、プライベートブランドであるっていうのはすごいなと思います。おにぎり、北海道産生たらこ、たらここう口に含んだらもうね、旨味がね、明太子も美味しいですけどね、生たらこもいいですね。口の中旨味がふわってね、広がってね、美味しかったですね。あんまり食べ過ぎるのはね、この年になるとね、気をつけないとね、痛風とかね、痛風とかね、痛風にならないように気をつけながら食べます。はい、魚卵はね、これで一通りトップバリュー今回食べたのは済みましたが、次がね、トップバリューではないんですが、次がすごかった、美味しかった。次エースコックエスニックファントムヤム風焼きそば、酸味と辛味を楽しむエスニック系焼きそば、これ美味しかった。ああ、びっくりしました。口の中に入れたらもうね、優しい旨味がね、すごいね、もうパクってされましたね。優しい旨味にこうパクじゃないな、優しい旨味にこう、もう押し潰されそうになりましたね。こう美味しかったですよ、本当にね。魚醤の感じ、魚醤なのか、そういう感じのね、香りもしまして。麺はね、丸っこいんですね。丸っこくてね、軽いんですね。昔のね、カップ麺によくある感じの軽い感じなんですが、割と太めなんでして、はい。なのに軽くて。でも、食べ応えは不思議と割とあるんですね。なんかいい感じでしたね。軽やか、軽いっていうか軽やかな麺でしたね。でも食べ応えのある。なんかね、言ってることおかしいかもしれませんが、なんか良かったですね。このソースにすごく合ってたと思います。はい。旨味、優しい旨味何度も言いますが、昆布、例えですよ、例え。そういう味って言ってるわけじゃなくて、そんな感じのね、同じようなフィーリング。あと、魚の煮付けの甘辛いね、ああいう優しい感じのね、はい。ああいうね、旨味なんですよね。まあ、もう美味しかったんでね、もう外装フィルム持って帰ってきちゃいました。もうしばらくこれでいこうかなと思います。ここに貼ってね、貼れないから、なんかテープないから、ちょっとこう見えづらいから、これぐらいにして、これでいきますね。はい。あ、こういう兜の武将いそうですね。なんかちょっとね、アシンメトリーな感じでね、アンバランスな感じでね。でもトップバリューのね、これもすごいですよね。ちゃんとしております。安いですが、これ大事ですよ。安いですが、ちゃんとしております。美味しかった。ワールドダイニングは全部105円で、他のシーフードとカムダシとは95円。まあ、量はね、焼きそばはそうでもないですが、量はまあ、他のスープの麺類は、量は少ないですがね。でもすごい、美味しかった。あ、で、ミーゴレンの麺、割としっかりコシのあるね、弾力のある麺で美味しかったです。はい。ほんと美味しかったんですよ、これね。これ、見えてます？だから甲子園焼きそば去年ねの夏ね、あれも美味しかったんですけどね、あれもびっくりしたんですけど、これはもう感動に似てますね。今まで食べたカップ麺で一番美味しいかもしれない。まあでもね、まあ癖のあるもんですから、皆さんにおすすめをするっていうことではないですね。これは僕がすごい美味しかったっていう僕個人の感想です。はい、すいません、長くなっちゃいました。まあじゃあ